はいどうも、ヒゲちゃんでございます。というわけで結構ショッキングなところから始まりましたけど、後ほどね、あの焼きそばの模様はお届けしようと思います。これですね、駒門パーキングから見える富士山の模様ですね。30倍速タイムラプスかな、っていうので撮影しております。ちょっとね、時間の流れと太陽がね、ちょっと動いてきて、だんだん明るくなってくる様子がわかると思います。というわけでね、今日はもう積み込みの方が終わった状態からスタートしております。はい、というわけでね、今日はまあ休憩するところあんま決めてなかったんで、まあ早めでもいいかなと思いまして、浜松ね、浜松の方で一回泊まろうかなと思いまして入ってみました。さあ、空いてるかな？どうでしょう？お、そこは空いとったけど、入るいうことですわね。と思ったら、お、出たー！ラッキー、ちょうど出るところであります。ゲットって思った瞬間、残念、もう後ろから来てました。向こう側、反対側から来てましたね。くっそー、ついてると思ったのに。いやー、パーキング争奪戦は大変や。空いてるような感じですね。言うても、おら、ほんまに空いてるわ。いやー、いいね。期待してないけど空いてるな。よいしょ。なかなかね、いかついもんがあったんで、今日は買ってきました。もう外袋破っちゃったんで、写真撮ってるんです。これを見てください。これですわ。最近よく動画とかでも出てるんですけど、極激辛エンマ大王が書いてるね、これ。これね、どうしようかなと思ったんですけど、あまりにみんな、こう何人か見たんですけど、食べてんの相当エグいぞということなんで、やらなあかんなっていうのと、なんやったら発売中止とかなれへんかなと思って、だからもう早めに見つけたから食っとこうと。これね、なんかなかなかね、ないところはないとかって聞いたんで、はい、ちょっとこうかね、どんな感じかな。そんな、匂いはどこまでね。さっと、おお、ちょっと赤っぽい、赤チンみたいな赤チンみたいな匂いですね。匂いというか色、うわ、なんか匂いもちょっと独特やな。今日はなんか僕も一応警戒してヨーグルトとなんか買っときました。ヨーグルトを食べるとなんかいいらしいんで。焦げな感じですわ、焦げな感じ。普通のね、ペヤングとそんな変わらなさそうですね。はい、というわけで、突然の激辛チャレンジやってみましょう。いただきます。今度やってもむせへんですよ、まだ。あー、ほー、痛い、
あ、痛い痛い痛い、下が痛い、やばい、これはやばいな。マジで、うわー、これはこれ絶対俺発売中止なるんちゃうか、これ多分間違って食べたらみたいなんで問題になるんちゃうか、これひょっとして。うわ、二口目汚いわもう俺これはちょっと、まあやっぱりマックスエンドっていうのがあったんですよね。僕ね、そんなも食べたことないんですよ、ペヤングの辛い系のやつね。でエンドがあって、マックスエンドがあって、終わりちゃうんかいって思ったら、このマックスエンドの3倍辛いっていう極激辛もうなんかドラゴンボールのスーパーサイヤ人詐欺みたいなね、なんかスーパーサイヤ人が何千年に一度の伝説みたいなのやったら、次スーパーサイヤ人2、3、4、5ぐらいまで何個届くねんよぐらいの。二口目いきます。これちょっといるわ。うん、包んでくれるな、いちごのヨーグルト。あー、痛い痛い痛い、タクチしか食べてないけど、激辛ってすごいな、よう市販したなこれ。もう顔中ま、熱いわ、口が、唇痛くて舌が痛くてめっちゃ喋りにくい。うわー、痛い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 。うん、もう今までちょこちょこ何個か、痛い痛い痛い、何回か食べましたけど、ダントツに辛いわ、ダントツに痛い。おお、ああうわ、いかれへん、マジ。ああ、うわ、すっげえこれうわあ、足バタバタする息横だめなんだこれモーゴタンメン中本の北極よりきついな。なんか胃がキュッてなる、顔がしびれてる顔がしびれる、なんでパパパパってなる。あと少し、
食べました。もうあのコロッケがモノマネする森進一みたいな顔になる。うわーすごい。あーちょっと残ってるわ、顔とこの辺が痙攣してる。いや初めてやわ、お腹の中がこう急にイーンってなってる。でプル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 ってなってる。あのお腹のブルブルするマッサージを弱でやってるような。でも絶対痩せへんわこんなんじゃ。あ、痛い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 、口痛い。めっちゃ鼻水出る。カウルとダブルパンチで鼻水が出る。はい、ちょっとまだまともに喋れません。ほんまにこれまともに喋れないですよ。あ、これはね冗談抜きです。これ絶対あの18禁とかになるんちゃうかな。本当に自己責任です。はい、あの、まあ、やってこういう風にあげたい人だけやったらどうでしょうか。あと辛いのが食べたい人、やってみてください。ここでね、あの18禁になったり、あの危険だということで、あのコンビニで発売中止になったり、その可能性あると思います。興味のある方は自己責任で早めに食べてみてはいかがでしょうか。ちょっと休憩してから出発したいと思います。以上、山瀬まみでした。はい、というわけで、ちょっと落ち着きましたので出発していこうと思います。もう喉もやられますね、ほんと。明日私のガラスのあれはどうなるのでしょうか。わかりません。明日大変なことになってしまいそうです。はい、無事、京都と大阪と2カ所降ろせることを願いまして、今日はこの辺で、お別れしたいなというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。